タロ散歩チャンネル。ということで、皆さんおはようございます。タロでございます。本日2022年の1月1日土曜日、今日天気晴れましたね、横浜は。ということで、横浜ベイスターズ、DeNA ベイスターズの本拠地である横浜球場の横に今来ておりますけれども、すっかりね、今日は日の出を横浜で見ようと思ったんですけれども、ちょっとなんか寝坊しまして、もうすでに時間が7時20分になっております。日の出はちなみに6時45分ぐらいだったはずなんですけどね。まあでもね、今日は天気がいいので、もう昇った後のね、太陽をまだ拝むことができますんで、あれですよ、1時間以内であれば日の出ですから大丈夫です。大丈夫、まだ大丈夫です。でもですね、なんか私と逆向きに歩いてる人が今いっぱいいるんですけれども、これはやっぱり山下公園あたりから初日の出を見に行った人たちの帰りなのか、はたまたこの土曜日である上に、しかも1月1日の元日であるにもかかわらず、熱心に仕事に行く社畜の皆さんなのか分かりませんけれども、いや私はね、人の波には流されずに、とりあえずは山下公園に行ってみようかなと思います。じゃあ、ということで、じゃあ本日は横浜からスタートしたいと思いますので、本日も何卒よろしくお願いいたします。今、横浜スタジアムの脇を歩いてます。ここ横浜公園って言うんですけれども、横浜はね、ちょこちょこ歩いてたんですけれども、別に私ね、プロ野球とかに興味がないんで、球場の中っていうのは歩いたことがないですね。球場の中っていうか、球場がある公園の中を歩いたことはないですね。なんかこの坂は何でしょうね、なんかショッピングモールにありそうな、駐車場の入り口みたいな坂してますけれども、車が入るような場所でもなさそうなんですよ。なんですと、ベイサイドエントランスということで、歩きの人がここから入っていって、ここが観客席になってますけど、こっちの方に行くんでしょうかね。なんか時々町の歴史に貢献した人のなんか像とかはよく立ってますけれども、やっぱり横浜とか来るとそういう像もとってもおしゃれですね。名前もおしゃれですよ、見てくださいよ。リチャード・ヘンリー・バラントンさんという方だそうです。1901年に亡くなっているので、今から120年ぐらい前までは生きていた方らしいですけども、このブラントンさんって何をした人かなというふうになりますと、ここにいろいろ書いてますけども、どうやら建築家のようですね。イギリス人の土木技師で、明治元年1868年に時の明治政府に呼ばれて日本にやってきた方だそうです。で、日本各地に灯台や、それから横浜ではいろんなものを設計したということで、横浜の街づくりに大きく貢献した方だそうです。代表的なところで言うと、横浜居留地、電信敷設、新橋横浜間の鉄道意見書等々、水道、それから港づくり、日本大通りの設計、横浜公園と、ここの公園 もこのブラントンさんが設計したみたいですね。横浜の街づくりに大いに貢献した人だそうです。ここにも横浜公園の歴史というふうに書いてあって、いろいろ書いてあるんですけれども、これやってるとね、気がついたら昼になっちゃいそうで、そういうわけにはいかないんです。今日はね、こっからがね、大事ですから。こうやってね、なんかね、本当にね、港の方から帰ってくる人ばっかりで、港の方に行く人っていうのは全然いないんですよ、私ですか。またここにもおしゃれな建物がありますけれども、昭和初期ぐらいの建物でしょうかね。横浜公園の入り口のレンガ塀もすごくね、こう、クラシックな感じがします。本当に昔からここにあるんじゃないかな。多少直してるかもしれないですけれども、でもこの下の基礎になってる石とか、それからこのレンガはちょっと直してるかもわかんないですけどね。この辺とか、そしてこの横浜公園からまっすぐ伸びているこの道が日本大通り、これも先ほどのブラントンさんが設計されたっていうふうに書いてましたね。横浜の特徴としてはやはり街の至る所に、これは結構古いんじゃないみたいな、そういう建物がポツラポツラ残ってるんですよね。とはいっても1923年の
関東大震災で、まあ、大体の建物が壊れてしまったんで、まあ、古い建物だなと思っても大体その今からおおよそ100年ぐらい前の建物でしかないんですけどね。だからいわゆる震災復興建築っていうやつなんですが、その時にやっぱりいろんな建物を立派にしたりとか、まあ、その時の流行りに設計し直したとか、そういうものが多いんですよ。そうなんですよ。これもそんなに古い建物ではないですけれども、あ、でも古いかな。窓枠とかがちょっと直してる感じがありますけれども、まあ、ここは裁判所です。横浜高等裁判所かな。まあ、とにかく裁判所です。あ、ごめんなさい。地方裁判所と下院裁判所が入っております。あと、あの裁判所の向かいのこっちの建物はもうあからさまになんか昔風の建物だし、まあ、古いだろうなっていうのはなんか見てわかりますね。なんだろう、これは。これはですね、横浜情報文化センターとして今使われている建物、まあ、こちらが神奈川県庁で、お隣にあるのは新しい神奈川県庁、まあ、新館というふうに呼ばれているようですけれども、神奈川県庁も、まあ、とても立派な建物で、まあ、建物に塔が途切れてるんですよね。ただその塔は現在足場が組まれていて、まあ、修復工事の真っ最中ということで、ちょっとね、綺麗な姿を拝むことはできないんですけれども、対してこちらが横浜開港記念館、まあ、横浜三島の中でキング、クイーン、ジャックというふうに呼ばれてまして、そのうちのジャックですね。こっちがキング、神奈川県庁がキングで、開港記念館がジャックですね。これは横浜開港50周年を記念して作られた、そういう建物でございます。あとですね、横浜のこの辺を歩いてると毎度気になるのがこれ、これ、これ。あの、ソテツらしき木がね、ところどころ埋められてるんですよ。だから、まあまあ寒くないところなんだなっていうのは、この、ソテツの木からなんか察することはできますよね。で、そう、キングとジャックがあるんであればクイーンですけれども、まあ、そのクイーンがここを右に曲がってちょっと行ったところにあります。横浜税関。そう、横浜税関はね、またね、すごくおしゃれな作りになってるんですよ。なんか、キングともジャックとも違う、すごく洒落た雰囲気の建物なんですよね。まあ、神奈川県庁がこっちで、最初にできたのがこちらで、この連絡橋を渡っていって、新しいのはこっち。こっちには県議会もありますというふうに書いてますけどね。そう、神奈川県議会もありますけれども、これも随分立派な建物ですよね。そんなに新しさは感じないですけど、まあでも下手すれば 4,50 年ぐらいは経ってるんじゃないかなみたいな、そういった印象を受けることができます。そして今見えてきましたけども、このおしゃれな塔が見えます。こちらが横浜市税関、あ、ごめんなさい、横浜税関。100年ぐらい前、大正時代とか昭和初めはまだこんなに高いビルがいっぱいあったわけじゃないんで、そう、今紹介したキング、クイーン、ジャック、3つの塔が外国のね、太平洋航路からこう前2週間ぐらいかけてやってきた外国人の方がね、横浜に来たらまずこれが見えて、もう日本にやってきましたみたいな、そういうような印象を受けたのがこの横浜三島と呼ばれるものなんですよね。そしてこの税関を通り過ぎると、いよいよ港のところにやっていきます。奥には赤レンガ倉庫群の屋根だけがちょっと見えますけれども、この赤レンガ倉庫群の風景を邪魔しているこの歩道橋は1989年だか1990年ぐらいまで列車の貨物専用線として使われていた、そういった橋なんですよ。で、それが廃止になってから遊歩道として活用されてるんですけれども、ちょっとこれを歩きながら向こうの山下公園まで行ってみましょうか。昔はそう、山下公園が終点だったんですよね、この貨物線。奥に見えますのが大桟橋横浜国際ターミナルのターミナルですね。そして向こうに見えますのが横浜ベイブリッジで、ここの建物が象の花テラスといいまして、この象の花というのは何かというと、そう、横浜港が開港された時に作られた埠頭なんですよね。で、埠頭がね、そう、陸地からビヨーンと象の花みたいにこんな風にビヨンと伸びてるから象の花という愛称がついたというところなんですよ。というね、象の花がどっかのところで見れるようになってるはずなんですけれども、
ここ今こんな感じで岩壁固められてるんですけども、この中にあの本来の象の鼻がちゃんと残されてるはずです。そしてこちらにはみなとみらいのベル群が立っていまして、ちょっと邪魔してますけれども、こちらは関東で一番背の高いビル、横浜ランドマークタワー294メートル、2015年にアベノハルカスが300メートルですかになるまでは日本一高いビルとしても知られていました。赤レンガ倉庫もとっても綺麗ですね。あの朝日に浴びた赤レンガ倉庫、そう、私はねこの風景が撮りたかったんですよ。もう少しあの早い時間に横浜ベイブリッジを横に見ながら見る初日の出、あれですか、初日の出といえばあの宮城道夫さん作曲のね、あの春の海がかかると思うんですけど、この曲、そう、なんか正月ったらこれですよね。じゃあ2022年のタロさんぽチャンネルの初日の出の映像はこれということで、ああ正月の朝から頑張ってマラソンしてる人もいますよね。で我々はですね、今回あの先ほどもお伝えしましたけれども、こちらの元貨物船をこうずっと歩きながら山下公園の方まで行きたいと思います。まあといってもそんなに遠くないですから、10分かかるかかかんないかぐらいじゃないかな、新たら歩いても。まあそれとあとこの辺は日本で初めての鉄道路線でもあったので、まあ、こういった鉄道遺構というのも残ってるんですよ。これも年代物の鉄橋ですけれども、あ、これね、あの横浜が開港して150年経ちましたっていう記念碑、タイムカプセルは そこから50年後の200周年へ託されているようですけれども、だからもう今もう少ししたら170年ぐらいになりましたけれども、まあ、私が生きているうちにこのタイムカプセルは開けられそうですね、あの忘れられてなければ。ちなみにこれが横浜開港150周年の時に作られたマスコットキャラクターの種丸くん。開港の道、山下臨港線プロムナード、山下臨港線ってそういう名前だったんですよ。そしてやっぱりこの税関のこの塔がやっぱり映えますよね。やっぱり横浜のこの辺ったら税関みたいな、そんなところがあります。いやでもね、そう、とりあえず元日は晴れたのが晴れてよかったですよね。やっぱりね、今日は晴れてよかったです。はいはいはい、もうなんぼでも見せますよこの初日の出。まあ、別にあの大晦日にとっても1月2日にとってもバレはしないと思うんですけれども、まあ、正真正銘1月1日ですから今は。まあということで元山下臨港線プロムナードを歩いてますけれども、こんな感じでずっと向こうまでこれが伸びてるんですよ、まあ、というか残されてたんですよね。さっきも言いましたけれども、昔は山下公園の中突っ切って行ったんですけれども、それも公園の再整備に伴って途中でぶった切られるんですよ。で山下公園の手前まではこれ残されてるっていう感じなんですけれども、あのそこまで行くことできますから、まあ、そんなに遠くはないんで、まあ、スースーすれば到着すると思いますけどね。とこんな感じで象の鼻パークがあって、客船ターミナルもありまして、ちょっと今ベイブリッジが客船ターミナルに隠されちゃってますけど、向こうにはベイブリッジ、1989年に出来上がった橋ですね。まあ、これができたおかげで、そう、横浜と東京の物流がだいぶスムーズになったみたいです。まあ、それまではこれがなかったので、どうしてもまあ横浜とか川崎の街の中を通らなくちゃいけなかったんですけれども、まあ、そうなるとやっぱり渋滞するんですよね、混むんですよね。だからもっと早く送ろうと思えば送れるものが滞るんですよね。でそれを一気に解消したのがやっぱりこの横浜ベイブリッジなんですよ。だから今でだいたい160年ぐらいですか、開港して、まあ、これから先200年、250年、300年とどんな風になっていくんでしょうか。まあ少なくとも今2002年の元日にはこんな感じの風景でしたと、天気もとってもいいですみたいな、そういう風景撮っておきますね。向こうには海上保安隊の巡視船がこう停泊してますけれども、なんか島の名前と半島の名前で750トン級か300トン級かとか、そういうような分かれ方してるみたいです。と昔ね、横浜のとある
港の見える丘公園で出会ったおじさんに教えてもらったそういう記憶があります。元気にしてるかな。もうだいぶ前の話ですけどね。風力発電の風車も1基ありますね。でこれが大桟橋。まあ初日の出っていうか、まあ日の出の瞬間はちょっと見逃しちゃったんですけれども、でも太陽が昇って今だいたい1時間ちょっと経ったところなんですけれどね、日の出 1時間ぐらいの太陽もなかなか悪くはないですね。あ、そうそう、一応言っておきますけどね、これから8時半ぐらいまでにはできれば横浜駅に行きたいんですよ。まあダメでも、うん、まあいいんですけれども、できれば8時半ぐらいまでに横浜駅に行きたいんですよ。だからなんか港未来とか全部もうすっ飛ばして、いきなりね電車乗って横浜駅行きますけどね、山下公園まで行ったら。山下公園まであと150メートルですね。桜木町の駅までは1750メートル、港の見える丘公園も1450メートルありますけれども、もう少し横浜でゆっくりしようと思えばしてもいいんですけれども、まあ今回はね、まあここが一番メインの目的で、ここだけは絶対このタイミングは外さないようにしたんですけども、まあこれからちょっと首都圏離れてまた遠いところに行って、今夜はできれば長野に泊まりたいなと思ってるんですよね。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。ツイッター、インスタグラム、ブログサイト、タロ散歩&雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。通知もオンにしてね。